今日の依頼はスメラギのデータバンク施設の襲撃だ。その施設にはスメラギが研究してきた能力者の臨床データが保管されてるらしい。もしかしたらお前やシアンちゃんのデータもそこにあるかもな。能力者の研究データか。もう二度と僕やシアンのような犠牲者を生み出させはしない。 OK、 その依頼受けるよ。助かった。お前ならそう言ってくれると思っていたぜ。目標は最深部にあるメインサーバーだ。こいつはリニアリフト。ってことは大激鱗で引き寄せられるってことだな。ビリビリ中学生の本領発揮だな。確かに僕は中、そういえば破壊って言ってたけど、データは持ち帰らなくて。スメラギのセキュリティはどうせフェザーじゃ突破できねえからな。壊しちまう方が手っ取り早いのさ。ここも雷撃機を使えば足場を引き寄せられるみたいだな。トゲには気をつけろよ。まあ即死じゃねえかな。即死？何のこと？昔はそういうのもあったんだよ。
おっと、ジムイ、天井からものすげえ磁力場が出てるぜ。大撃音を使うと天井に引き寄せられるようだね。その仕掛けを利用して先に進めねえか。マグネットパワー。この下もトゲになってるみたいだな。落ちないよう慎重に行こうぜ。を託されし森人で候。小生は任務だの正義だの御託を並べるつもりはござらん。ただ強者と名高き貴殿との戦い心待ちにしていた。ぬぬおはさあ参られい貴殿の雷
我が知力の拳でひねり潰さん。また濃いのが出てきたもんだよ。冒険の破片サンプル、これで3個目か。有事の際のみさえ抜くことを許された封印の剣。くだらん玩具だ。いくら力を漁そうとも、奴らが人にあだなす悪鬼羅刹であることに変わりはない。スメラギも化け物も神に代わり俺が裁きを下す。人間であるこの俺が。
ジーノはゆっくり休んで。CV また出かけるの？シアン、もう夜も遅い。君はベッドに戻るんだ。ううん、私起きてる。起きてあなたの帰りを待ってるから。分かった、なるべく早く戻るから行ってくるよ。 GV、 私の歌がきっとあなたの力になるから。ところで、
ターゲットはどんな能力者なんですか？かなりの実力者よ。詳細はわからないんだけど、幻惑系の能力を使うよ。性別は男だったり女だったり、その日によって違うんだとか。おそらくこれは幻惑の一部なんだと思うけど、よくわかりません。私のこの美しき名前を知っていてくれたとは、愛を感じるよ。では始めようか、愛の逃避行を。心ゆくまで愛し合おうじゃないか。少年も我が愛に惑うがいい。はっ、ラギの能力者ってみんなこんな感じなのかしら。我が愛よ。これが愛の力だ。我が世界。愛おしい能力だろう。正解のルートを選んだようだね。まさに愛の勝利だ。さあ、愛の逃避行はまだまだです。私の肌たちと心を吐くまで愛し合ってほしい。私の愛は天地をも覆す。
ふざけたやつだけど。なるほど。ジーノがやられた理由がよくわかったよ。なんならモニターを切っても構いませんよ。サポートくらい最後までやり遂げるわ。酔ったのかい？私の愛に。愛こそ意志のようなもの。私の愛は酔いから冷めはしない。とこしえに。召されよ化け物、神の身元へ。バカな、私の愛がこんなところで。あ、しかしこの痛みはどうだ。この死すら愛おしい。貴様の DNA サンプル有効に使わせてもらう。アームドブルー、ガンボルトか。味方なのか。くだらん。スメラギもフェザーも能力者どもは全て俺の敵だ。無論貴様もな、アームドブルー。あがない、罪よ。罪と言ったのか。人の世にはびこる人ならざるも人外魔境、アッキラス、まだだ、セブンス能力者、貴様らの存在そのものは人の世に対する冒涜であり、罪だ。ユガテキ、アルハミに代わる俺がサバ。ヒーリングボイス。ユガテキ、アロガントファンク。まだ、化け物ども、俺が根絶やしにしてくれる。今言います、化け物ども。ヒーリングボルト。メッセンサーの死ぬよ。床ページレーザー。お前は死ぬよ。僕が拒絶する。ほとばし、アームドブルー。歪み信念を断つ、威嚇しとなれ。ござれ、奪い取れ、断罪。罪と言ったのか。人の世にはびこる人ならざる人外魔境、アッキラス、まだだ、セブンス能力者、貴様らの存在そのものが人の世に対する冒涜である。罪だ。グリードスナッチャー。神の子、俺が裁きを出す。ヒーリングボルト。メッセよ、デイジーレーザー。化
化け物ども、俺が根絶やしにしてくれるか。滅びる。マイナス。化け物の力を使ってでも滅せよ。レイジーレーザーで浮かんでいるか。お前は死ぬ。僕が拒絶する。ほとばしアームドブルー。滅びる。歪む信念を断つ一発地となれ。おざけ滅せよ。ヒーリングボルト出た。アームドブルー。アロガントパンク、まだまだだ。フォロビー。飛ばして、アームドブルー。ライトニングスピア。メッセージ。デイジーレーザー。チーリングボール。フォロビー。貴様のスペックは把握した。データとしては十分だ。一時離脱させてもらう。お前は何者だ。アキラ、刻んでおけ。貴様ら化け物どもを神に代わって断罪する。人間の名を。シデン様、パンテーラの部隊が壊滅したようです。なんだって。悲しいね。またフェザーの連中の仕業かい。いえ、それが生還した者の証言によると、パンテーラを倒したのは紅白のアーマーのような装備をまとった少年だった。アーマー。はあ、なるほど。神園さんだ。ご存知なの。ちょっと厄介な人だけど、特に手を打つまでもないかな。彼は組織だって動いているわけじゃないし、能力者でもない。支援で動いているだけのただの人間だから。能力者でもない少年が、あのパンテーラを。世の中にはいるんだよ。ごくたまに本物の天才っていうのがさ。彼がフェザーと潰し合ってくれればこっちとしては楽なんだけどね。今はそれよりモルフォの捜索を優先してくれ。彼女はプロジェクトに欠かせない大切な姫巫女なんだから。
少年が脱走したわ。すぐにエレベーターの電源を落としなさい。操作を忘れていないか。今のうちに確認しておく。内的に向かっていないときは敵の攻撃を自動回避。下げろが体力に不安があるときは攻撃を止めろ。そうすれば下げろといえど永久にダメージを無効化しつつ。化け物め。